ブロン布団の持ち運びに際して、ちょっと注意点を述べたいと思います。はい、どうぞ。持ち運ぶときにはまあこういうふうに持つわけなんですけども、勢いよくドンと置かないように注意をしてください。優しく置く、もしくは下からの衝撃を受けにくいように置くということを注意してください。その心は、ここの部分に自転車そのものが十数キロありますので、勢いをつけて押しますと、ここ、もしくはこの辺りに負担がかかって最悪破損することがあります。国際線なんかを使って飛行機で輪行するという場合には、取り扱いが雑になるケースがありますので、要注意してください。車輪、もしくはここのところに負担がかかって、もしこれが曲がってしまうと、我々ごときではもう直せません。ですから、ここに負担がかからないように注意をしてください。ここのウィールそのものも純正品ではない、しっかりしたものをつける方もいらっしゃいますが、それをしてしまうとウィールで衝撃を逃がしきれず、ここに負担がかかることがままあります。そうならないように、運用面では要注意でということになりますね。折りたたみのペダルは、ここできちっとストッパーがかかるような設計になってますので、これ以上たたまさることはほぼありません。ですが、一度あったのは、トランクに詰めました他の荷物と一緒にぎゅうぎゅう詰めにしてしまった時に、こういうふうに力がかかってこう倒れてしまう。で、こういうふうにこうペダルが当たってフレームに傷が入ってしまったっていうことは一回ありました。ですから、このペダルのストッパーもあくまで補助的なものでしかありませんので、運用面で、ここにタオルを巻いてあげるとか、物をきちんと詰めるってなった時には、ここにこう緩衝材を入れてあげるということは重要でないかと考えます。